はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 ウームは買いなのか売りなのかを考察していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、推奨する視聴環境はこの3つになります。まとめて言うと、えー、この動画結構文字とか数字が小さくて、なおかつ長尺になるので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しております。それでですね、設定の変更は、えー、YouTube の右下の歯車マークのところから、 変更できますので、よろしければやってみてください。で、これ僕の簡単なプロフィールで、3年間証券会社の営業をやって、そこからはトレーダーとして成形立っております。で、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります。 はい。じゃあですね。まず基礎データからなっていきましょう。えー、っと、今回取り上げるのが、UU、UM ですね。で、銘柄コードが3990。えー、上場市場がマザーズ市場ですね。で、上場日が2017年の8月。えー、それなので、えー、ベンチマークがマザーズ市数っていうのは、そんな感じになっています。で、今回見ていくものなんですけども、えー、こちら、過去のリターンになります。えー、ただ、普通の過去のリターンじゃなくて、 過去の同じパターンにおいて、その後 NA 秒、あの NA 秒間のリターンはどうだったのかっていうのを見ていきたいと思います。で、ファンダメンタルとテクニカルに関しては見ないです。これはそこら辺の投資系 YouTuber の人にお任せします。でですね、この UUUM の配当のデータが取得できなかったので、今回はここの3つのリターンのうち、配当抜きのリターンですね、こいつを見ていくことにします。 はい。じゃあ、やっていきましょう。えっと、まずですね、えっと、今日の、えっと、おさらいですね。えっと、今日、昨日から今日にかけて、まあ、終わりねなんですけれども、908円だったものが、えっと、796円になってしまっていて、で、これ、下落率に直すと、えっと、12.33%下落してるみたいな、そんな感じみたいです。え、それなのでですね、まずは、この、えっと、1日で12.33%ぐらい下がったのって、過去、ウームが上場してからどんくらいあったのみたいな、そういうことをですね、確認していきたいと思います。で、え、これですね、えっと、データの取得開始が、 は2017年の8月31日から2021年の12月30日までのデータを取ってありますで、まずですねこの1営業日これ見ていくんですけれどもこれですねまずサンプル数ってあるんですがこれ1055 10ってなってますけれどもこいつは2017年の8月31日から2021年の12月30日までの間で 一営業日間のリターンのデータっていうのが1055個ございましたよっていうふうな、えー、そういった意味になります。で、これ20営業日間だと、要は2017から、えー、2021までの間で、えー、20営業日間のリターンのデータっていうのが1036個ありましたよっていうふうな、そんな意味になります。で、それがですね、同じロジックでこっちを計算してあるっていうふうな、えー、そんな感じになります。で、ここの、えっ、ー、と、下落の発生回数って書いてあるここなんですけども、えー、こいつはですね、ここの1営業日のところなのであれば、えっ、ー、と、1営業日間で0%からマイナス1%までの下落が発生した回数っていうの が過去166回ございましたよと。で、マイナス1%からマイナス2%までの下落が発生した回数が157回ございましたよと。そんな感じになっています。で、こっちの20営業日でいけば、 ゼロパーセントから一パーセントの下落っていうのは、まあ、20営業時間において発生した回数っていうのは、ま、あ三十一回あって、マイナス一パーセントからマイナス二パーセントは四十四回でしたよっていうふうな、えー、そんな意味になります。で、えー、っと、それで今回ですね、えっと、ーセント下落したんで、えー、っと、ここですね、マイナス十二パーセントかマイナス十三パーセントの間の下落っていうのは、えー、過去ですね、一回しか起きてないそうです、えー。それで、それ以降の下落ですね、えー、っと、まあ、要は、えー、っと、マイナス12%以上の下落した回数っていうのは、えー、合計で、えー、っと、3回ですね、えー これちなみに100%にしてあげるとこんな感じで他出てこないので、要はマイナス12%からマイナス100%の下落が発生した回数は1営業時間でその時下落したっていうのは3回ありましたよっていうふうなそんな感じになります。で、ちょっとここを戻しておいてこんな感じになりますね。それなのでですね。 えっと、これですね。えっと、一応確率に直すとですね、この、えっと、1回割る、えっと、ここのサンプル数ですね、上のところ。えー、この1055回が何パーセントになるかっていうと、ここの発生確率って形で表されるんですけども、えっと、0.09%ですね。まあ、それなんで、むちゃくちゃ、この、えっと、12%、12.33%の下落っていうのは、えー、レアだってことがわ、えー、かるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、同様に、えっと、20営業日ですね。まあ、あの、今見たのが1営業日だったんですけども、20営業日を見ていくと、20営業日で、えっと、マイナス12%からマイナス 13%の下落をした回数っていうのは過去21回あってで、そいつをえっと確率に換算すると、えっと、発生の確率っていうのは2.03%だからちなんで、えー、それなんでえっと1営業日だと超レアで20営業日だとまあまあレアっていう風な、えー、そんな感じになってるみたいです、えー、とりあえずですねこれがですね、えっと、下落が発生した回数と,えっと確率なんで、まあ、もしも興味ある方はですね、えっと、このところで一時停止ボタンを押していただいて、えっと、見ていただければと思います、えー、とりあえずこれが発生の回数ででまああのこっち見ては分かんない ですけどもえっ、ー、と、発生の確率ですね。えー、ここで、えっ、ー、と、一時停止ボタンを押してください。えー、とりあえず、えっ、ー、と、これがですね、過去ですね、1営業日とか、まあ、20営業日とかで、えっ、ー、と、まあ、あの、120、えっ、ー、と、250営業日まであるんですけども、えー、これで、えっ、ー、と、下落今あの、今くらいの下落が発生した、えっ、ー、と、回数の確認でした。じゃあ、次、えっ、ー、と、やっていくのがですね、 ま、今回、えっと、ウームの株がですね、えっと、1営業日で、えっと、マイナス12.33%を下落したんですけれども、じゃあ過去、えっと、1営業日でウームの株がえ 12.、12.33%以上を下落したときに、その後、1営業日のリターンはえー何個あったのか、20営業日のリターンは何個あって、で、その平均リターンは何個だったのか、みたいな、そういったところを見ていきたいと思います。で、えっと、とりあえずこれ見ていくとですね、1営業日から見ていくと、ウームの株が、 1>, 1営業日で、えっと、マイナス12.33%、えっと、以上を下落した、その後の1営業日間のリターンの個数っていうのが、3個あって、で、そのうち、えっと、33.33% 33にあたる1回っていうのが、1回あたり平均して、えっと、0.68%上昇して、で、66.67%にあたる2回が、1回あたり平均して、2.02%下落して、で、この3回の、えっと、平均リターン、まあ、期待値とも言いますけれども、これが、マイナス1.12%でしたよっていうふうな、そんな感じになっています。で、標準偏差と シャープレッシオはこんな感じで,で、マックスとミニマルですね。まあ、これ、えっと、マックスがですねの上昇が1回しかないので。 この0.68とイコールなんですけども、えーミ、ミニマムだと、えっ、ー、と、要は、えっ、ー、と、マイナス3.29%って感じになっているので、まあ、これ、えっ、ー、と、それなので、えー、過去ですね、えっ、ー、と、1営業日で12.33%以上下落した時の、えー、その後の1営業日間での最大の下落率っていうのは、えー、マイナスに、えっ、ー、と、3.29%でしたよっていうふうな、えー、そういった意味になります。で、えっ、ー、と、これがとりあえず、えっ、ー、と、1営業日で、で、えっ、ー、と、20営業日を見ていくと、まあ、同じくサンプルが、えっ、ー、と、3個ある。まあ、この場合は、ウームが、えー、こんだけ以上の 下落をした後のえっと20営業日間のえっとリターンっていうのが3個あってでえっとそこの上昇えっと上昇1回転の平均上昇率と1回転の下落率がこんな感じでまあ確率がこんな感じで1回転の平均リターンがまあ4.42パーセントでしたよっていうふうなそんな感じになっていますでえっと最大の上昇率ですねここマックスが最大の上昇率なんですけどもこれが27.18パーセントなんでまあそれなので12.33パーセント上下落したその後の20営業日間で一番運が良かった人っていうのはえそこから27.18パーセント逆にえっと リバウンドして上昇しましたよっていう風な、えー、そんな感じになってるんですが、えっ、ー、と一番運が悪かった人っていうのは、その後の20営業日間で、えー、マイナス7.47%をその後も下落しちゃいましたよっていう風な、えー、そんな感じになってるみたいです。で、えっ、ー、とそれが同じロジックでですね、えっ、ー、と全部計算してやって、ちょっと外観してみていくと、とりあえずえっ、ー、とサンプルはめちゃめちゃ少ないんですけども、平均リターンに関してはマイナスえっ、ー、と1営業日が マイナス1.12%なので、えー、それなんでですね、まあ、あの、これだけ、これが再現するという過程なのであれば、えー、と、この後買わない方がいいっていうふうな、えー、そんな感じになりますね。まあ、たサンプルさんなんで何とも言えないんですけども。で、えー、と、同様に20営業日、えー、これに関してはプラスになってるんですけども、ただ明らかにここもですね、えー、と、最大の、えー、と上昇率ですね、えー、こいつが今後の平均値のプラスに寄与していて、で、確率に直すと、まあ、確率に直すとこの、えー、と、この3回のうち1回2回という確率は意味、ほとんど意味ないんですけども、えー、これ直すとですね、下落の確率の方が高いので、まあ、それなんで、 この上昇率と下落率がどんだけに平均あの収束するかっていうふうな、えー、そんな感じですね。で、えー、っと、他見ていくと,、えー、っと、マイナスになってますね。まあ、これはですね、えー、っと、単純にここの下落、えー、っと、最大の上昇率と最大の下落率、えー、これ見,た見ていただくと簡単なんですけども、まあ、要はですね、 え、これ、ガンと、えっと、12.33%以上下がった後、え、その後、えっと、最大の下落率がめっちゃ高いから、だから、ここの、えっと、下落率、あの、平均に至るところもマイナスに突っ込んじゃってるって感じですね。まあ、それはここの1営業日のとこも言えるんですけども、まあ、とりあえず、えっと、サンプル3なんで、なんとも判断つかないっていう風な感じですね。え、まあ、ただ、えっと、一応、この虎の子の3個のサンプル見てみると、えっと、過去、えっと、こんくらい、えっと、下落した後、えっと、これ以上下落した後の、えっと、その後の、えっと、1営業日から120、えっと、250営業日においては、え、まあ、あの、その後もまた下がってますよ、 そんなな感じにってるみで、次ですね、えっと、やっていくのが、まあ、じゃあ、とりあえず、えっと、過去、えっと、同じパターンで、こんくらいになったのは分かってると。ただ、これって、えっと、もともとマーケット全体が、えっと、不調だったから、その煽りくらってこうなったんじゃないのみたいな、そういった可能性もあるので、そこを検討していきたいと思います。で、それが、えっと、こちらになります。え、これがですね、まあ、ここの、えっと、ウームの平均リターンは同じなんですけども、えっと、この同期間でのマザーズの平均リターン たんですえ、ね、それを比べたものになります。で、えっと、一応なんでマザーズなのかっていうと、え、このウームがマザーズ市場に上場してるからっていう風な、え、そんな感じになります。え、それなので、え、見比べていくと、ま、一応サンプル3なんですけれども、えっと、ウームと、えっと、マザーズの平均リターンを、えっと、見比べるとですね、これ明らかに、えっと、マザーズは好調だった。つまりは、マーケット全体は、えっと、好調だったんだけれども、え、その間、ウームは下がってたってことがわかるんじゃないかなっていう風に思います。で、次、標準偏差、え、リスクですね。え、これ比べると、ま、えっと、リスク自体は、えっと、マザーズ数、ま、マーケット全体よりかは、 UUM の方が小さかったって感じになっています。で、えっとシャープレシオですね。えっとこれ見ていくと。 まあ、当たり前なんですけども、えっと、何が当たり前かって、要は、えっと、ウームのシャープレッションの方が、マザーズのシャープレッションよりも悪くなるっていうのが当たり前ってことですね。まあ、その理由っていうのは、ただ、えっと、単純に、この平均リターンが、えっと、マザーズよりも悪いからっていうふうな、そんな感じになります。で、えっと、この相関係数ですね。えっと、この相関係数見ていくと、なぜか180営業日のところだけ、えっと、相関係数がマイナス0.28になっていて、えっと、弱い逆相関になってるんですけども、まあ、他のところ見ていくと、えっと、結構強い、えっと、純相関なので、え、それなので、基本的に、ウームとマザーズ のえっと値動きの方向の一致度っていうのは割と高いですよ。っていう風な、えー、そんな感じになってるみたいです。ただ、えっ、ー、ともう一回言うと、なぜか180営業日のところだけ、これがマイナス0.28ってなってますね。で、えっ、ー、とここのディスク倍率、えー、こいつはですね。このウームの標準偏差はマザーズの標準偏差で割ったこの数値とイコールになります。まあ、要は uuum のえっ、ー、とリスク量がマザ、えーズのえっとリスク量に比べてどんだけ多かったかって話ですね。でえー、このベータっていうのがえっ、ー、と相関係数にディスク倍率掛け合わせてあげたもので、えー、これは要はですね。えっ、ー、とマザーズ指数の値動きに対するウームの値動きの感濃度のことを示したのが。 このベータっていうような数値になります。で、えっと、こんな感じで数値出てくるんですけども、ここまで計算できたら、初めて、えっと、マーケットの影響がどうだったかってことを検証できるんですが、それがですね、えっと、こちらになります。で、えっと、ここはですね、 ウームの平均リターンは上のとイコールなんですけども、この平均リターンっていうのは、厳密に言うと、ベータによるリターンってやつと、アルファによるリターンって、この二つに分解できるんですね。まあ、逆を言えば、このベータによるリターンとアルファによるリターンで、この平均リターンが構成されてるって感じですね。で、えっと、要はこのベータによるリターンっていうのが、マーケットの影響によってエれタ分のリターンですね。まあ、この場合は、えっと、マーケットが、えっと、好調だったから、えっと、エタ分のリターンっていうのが、まあ、こんくらいあって、で、このアルファによるリターンっていうのが、マーケットとは関係なくって、えっと、ウームの個別の事情によって、えっと、エタ リターンこの場合はマイナスですけれども、そういった意味になります。つまり、マーケットからの、マーケット全体の影響と、その個別銘柄の個別の事情を合わせたリターンというのが、この平均リターンとして現れてくるというふうな、そんな感じですね。で、この構成比率っていうのは、単純に、ベータによるリターンがこの平均リターンのうちの何パー占めていて、アルファによるリターンがこの平均リターンの何パー占めているかっていうのを示したのが、こちらになります。で、これで見るとですね、あの、基本的に、この同期間でいくと、サンプル3ではあるんですけども、マザーズ、 が好調だったので、そんなんで本来であれば、マザーズに、これのウームの相関係数とリスクバイス掛け合わせたベータ値ぐらいのリスク量を取ってあげれば、今回のリターンが得られたはずなんだけれども、これウームの個別の事情によって、こんだけリターンが押し下げられているので、だからこの平均リターンがこんな感じになっちゃってますっていうふな、な、そういうふうになっているみたいです。ちょっと詳しく見ていくとというか、こんだけ詳しいんですけども。 え、一営業日見ると、えっ、ー、と、ウームの平均リターンマイナス1.12なんですけども、えー、そのうち、ベータによるリターン、つまりマーケットの影響によって得れた分のリターンっていうのは、えー、0.62%あったんだけれども、えっ、ー、と、ウームの個別の事情によって、えー、マイナス1.74%リターンが押し下げられて、結局平均リターンがマイナス1.12%になってますよっていうふうな、えー、そんな感じになります。で、構成比率示すとこんな感じですね。まあアルファがえっと100、100%超えているので、えー、それなので、えっと、この場合は、えっと、ショートしていたらば、えー、これ、えっと、マザーズの影響によって、えっと、0.62%上昇しちゃうんで、まあショートの場合だと れるんですけどもただ、えっと、ウームの個別の事情によって、1.74%、えっと、下落するから、だから、ショート自体は成功してたよっていうふうな、そんな感じになります。ま、ただ、ウームが、あの、退職メーガーなのか、信用メーガーなのかって、ちょっと調べてないので、そこら辺はわかん、あの、実現できたかどうかっていうのは正直わかんないです。で、えっと、一応、2%じゃないや、えっと、20営業日を見ていくと、平均リターン4.42で、そのうち、えっと、ベータによるリターン、つまりはマーケットが好調だったことによって、エルタブのリターンっていうのは、えっと、10.83%ございますよと。で、そのうち、アルファによるリターンっていうのが、えっと、ご、そのうちというか、 4.42%中、マーケットが好調だったから得た分のリターンが10.83%あったんだけれども、それがウームの個別の事情によって5.96%を下げられてるから、だから平均リターン全体としては4.42%で収まっちゃってますっていう風な、そんな感じになります。まあだから簡単に言うと、この20営業日の場合でいけば、4.42%のプラスは出てるんだけれども、そのうちですね、235%に当たる10.38%は、もうそもそもマーケットが好調だったから得たものであって、このウームの個別だと5.96% のマイナスになってま、すすっていうなななそん感じにりままああの、これですね。一応ちょっと、そうだ、言い忘れてたんで、計算式示すと、え、このベータによるリターンっていうのは、さっきのマザーズの、えっと、平均リターンですね。え、こいつにこのベータ値、え、これを掛け合わせると、このベータによるリターンっていうのが出てきます。で、これが意味するところっていうのは、要は、マザーズのリターンに、え、そのマザーズの、えっと、マザーズとの、の値動きとの、えっと、か、えっと、連動性ですね。え、そいつに、えっと、っているリスクの量を反映すると、このベータ値っていうのが出てくるんで、ま、それをですね、えっと、マザーズのリターンに掛け合わせてあげると、このベータによるリターンっていうのが出 てで、えっ、ー、と、同じ理屈で全部計算したんですけども、まあ、これですね、えっ、ー、と、簡単に言えば、アルファが全部マイナスになっているので、えー、これですね、まあ、二重営業日に関しては、えっ、ー、と、 ま、えっと、プラスになってるのは、マザーズが、えっと、たまたま、えっと、校調だったからって話だったんですけども、え、逆にこれ、えっと、マイナスなのであれば、え、ここのマイナスよりも、さらに、えっと、リターンがですね、押し下げられていた可能性が、えっと、あるので、え、それなんでですね、えっと、これですね、あの、20営業日、え、これ、えっと、とりあえずサンプル3なんだけれども、え、プラス出てるか買っとけばいいじゃんみたいな、え、そんな話が出てくるとは思うんですけれども、え、それはですね、間違いで、え、これ明日マザーズ下が、あの、20営業日間で、えっと、下がったらば、え、これもっとですね、ひどいことになってると思うので、え、それなので、全体的な判断としては、 一応サンプル3でではあるんすけれどもえっと、いまとりあえず、これがですね、UUUM とマザーズ指数の比較でした。で、えっと、一応まとめておくとっていうか、まあ今言っちゃったんですけども、えっと、簡単に言うと、これ、えっと、一応サンプル3しかなくてないので、そもそもこれで判断するのは間違いなんだけれども、とりあえず言えることとしては、えっと、マザーズ自体は、えっと、同じ期間では好調だったんだけれども、えっと、ウは、えっと、マイナスだった理由っていうのは、主には、 主にはこの、えっ、ー、と、ウームの、えっ、ー、と、個別の事情によって、えっ、ー、と、押し下げられている部分が大きかったからだよ、みたいな、えー、そういった感じになるんじゃないかな、というふうに思います。えー、とりあえず、これがまとめで、えっ、ー、と、動画は以上になります。はい、えー、ご清聴ありがとうございました。まあ、こんな感じで、個別メーカーとか、えっ、ー、と、あと、アクティブハンドとかですね、えー、そういったものをですね、えっ、ー、と、データを検証する動画を、えー、ー作ってますので、えー、中でリクエストがあったらば、えっ、ー、と、コメント欄にお気軽に書いていただければ、というふうに思います。はい、というわけで、えー、動画は以上になります。えー、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。